はい、アキラ総帥です。F1 女子が F1 キャリアモードに挑戦シーズン5、オーストリアグランプリやっていきたいと思います。今回より、前回トロロソまさかの唐突な解雇により、ウィリアムズに移籍となっております。なので、チームの戦力としては、下から3番目という、まあ、一番最下位争いという、まあ、下の3チームが大差ないので、まあ、ほぼほぼ最下位というか、まあ、むしろ自分の今までの成績通りのチームという感じのチームに移籍しました。まあ、実力通りのチームとなりました。契約に関しては18番手以上ということで、かなり今までよりも緩い条件になってくれたので、まあ、普通に今まで通りやっても、まあ、結構条件は満たせているのかなというところです。なのでね、このチームにいたらさすがに解雇されることはなさそうな気がします。ウィリアムズ解雇になったらどこ行くのかちょっとわかんないですが、まあ、当面ちょっとね、まあ、今までのチームが上位チームすぎて自分の AI98 での実力に見合わなかったので、しばらくちょっと下位チームでね、AI98 の修行をしつつ、まあ、あわよくば、ポイント獲得を狙っていきたいなと思います。それでですね、気がついたことがありまして、このチームのパフォーマンスのこの開発なんですけど、ちょっとチームによってね、これ形がどうも違うんですよね。前回トロロスでやってた時のこの開発のこのなんかね、広がり方の、まあ、図面といいますか、まあ、エアロも違いますし、なるほど、この辺チームによってこうなんか違う、まあそれはね、同じ開発じゃないですからね、いろんなチームによってものが違うってことで、これの枝葉のひど広がり方も、チームによって違うんだということを初めて気がつきました。まあ初めて移籍したんでねということで、今ねあんまりまだポイントが溜まってないんでできないんですけど、ポイントを貯めてガンガンまた開発を進めていきたいなと思います。さあ、それでは早速、予選の方行きたいと思いますが、残念なことに予選はドライなんですが、決勝はウェットという、あれ、誰かからのメールが、残念ながら予選ドライなのに決勝フルウェットという、せっかく実力が発揮できそうなオーストリアなんですが、決勝でウェットということは完全に実力が発揮できそうもありません。そして完全にドライセットアップでセットアップを進めてしまったので、予選セッションがいよいよ始まろうとし、ちょっとまずいですね。このままだと決勝で走れなくなっちゃうので、ちょっとダウンフォース最大のセットに変えておきたいと思います。もう決勝を見据えて、さっきちょっとねグランプリモードであのドライセットアップとかで、まあ、ウィングだけガンガン立てまくる状態で走ったんですけど、ちょっとやっぱりもうスピンしまくりで全く走れなかったんで、もうちょっとダウンフォース最大のセットで、予選走りたいと思います。コースは空いている、今のうちに出よう。一回これ走っちゃうともう帰らんないですからね。雨セットアップをちょっと見つけられませんでしたもうなんかこのダウンフォース最大でいいやと思って、ということでこれでいきます。決勝がウェットと分かってるとみんなウェットセッティングで走るとは思うんですけど、どうでしょうね。みんな雨セットを想定して全体的にタイムはドライの本当のドライの予選よりも遅めにちゃんと反映されるのか、あーしまった、それともあんまり機械システム的にはそういう決勝がドライだからとかいうのを考慮しない AI になっているのか、どうなんでしょうか。想定より止まってしまうからなんか感覚ずれるな。ダウンフォースもりもりのドライだからすげえよく止まる。普通のブレーキングの感覚よりもピタッと止まりすぎてなんか変な感じ。ブレーキが手前すぎたら
あ、結構突っ込んでブレーキしてちょうどいいな。とりあえず1周のタイムを計測しましたが、まあ、あんま良くなかったですね。ちなみになんですが、フリープラクティスの、プログラムはすべて、完璧で終わることができました。なのでドライコンディションであれば、ウィリアムズでもポールポジションタイム、1秒予想タイムを出すことができています。なぜかオーストリアだけは早いんですよね。なので普通のドライセットだったらポール多分取れた自信はあるんですが、決勝が雨ということで雨セットに今変えてしまったので、まあでもね、周りも雨セットにしてしないと決勝をドライで走るってすごいツルツルして全然走れないはずなんで、さあちょっと最下位にはなりたくない。まあでも、ね、直線多いからさすがに直線スピードが全然伸びないとなるとちょっとな。あとは普通ドライでこんなダウンコースセットアップで走らないので、なんかちょっと思ったより止まりすぎたりするんで、今ブレーキ奥めにしたんですけど、なんかちょっといまいちブレーキングポイントを見つけられない。フルドライで予選も決勝もドライでやりたかった。確か前回シーズンは、予選がフルウェットで、決勝がドライだったんですね。それで予選を全然走れなくって、20番スタートで、まあ、決勝では前に車がいっぱいいて結局ダメでしたっていうパターンで終わっちゃったんですね。ああ、更新できなかった。更新できませんでした。なんかこのタイム見るとドライの設定の時と大して変わらない気がしますね。ポール予測タイムが4秒1ぐらいだったはずで、そのタイムで A1 予測みたいな感じだったんで、みんなこれ完全にドライセットアップで走ってんのかな。最下位じゃん。目標よりも順位が低いな。もっとタイムを上げろ。うわ、なんちゅうところに。マジかよ。おい、うわ、これはもうスピードの差がありすぎる。え、みんなどういうこと。ちょっとダメだ。ちょっと次のラップにかけよう。みんな早すぎでしょう。スピードがまるで違いますね。
セットでしてないの？なんで？なんで？どうして？なんで？ラストアタック。あ、そっか、雨だから別に1周だけじゃなくて2周3周すりゃいいのか。このタイヤ使わなくていいんですもんね。どうせウェットタイヤになるから。そっかそっか、何回もアタックすりゃいいんだ。やべ、気づいた時にはもう遅いっていう。おお、バッチリ止まる。今のはうまくいった。このラップはまとめていきたい。やったもったいねー、もったいねー。調子よく今すごいいい感じできてたのに、もったいねー。ああ、もったいない。ああ、でもまだラストアタックできる。ちょっとタイヤ3周目のタイヤになっちゃったけど、フルアタックした3周じゃないので。さあ、最下位だけは出したい。せっかくのドライなのにセットアップがダウンコース。それでも再開は避けたい。あー、ブレーキ効きすぎた。あー、さっきより遅いな。さっきコンマ6ぐらいいい感じだったんですけど、あー、もったいなかったな。まあ、ぶつけなかっただけいいか。コンマ3。ラストアタックもう一周できた。あっとっとっと、それでもデルタマイナス。どんどんタイムを削っていけるだけ、いけるうちにずっとアタックし続けちゃいましょう。あー、このコーナー苦手だ。あれあれ、今これベタ踏みなんですけど2速から上がんないですね。なんでなんで？なんでなんで？ん？なんで？なんで？ああ。燃料か。超低燃、低燃費も。ガス欠、ガス欠。ごめんなさいね皆さん、アタックの邪魔して。なるほど、何事かと思った。ということで、結局20番って P20 ですね。残念ながら、なんか周りは雨セットな感じじゃない気がするんですけど、まあまあまあ。雨セットでもタイムを出せなかったというだけの話ですが。
やー、ほんと全部オールドライでやらせてくれよ得意なコースぐらいオールドライでやらして。さて予選も終わり、明日の決勝を待つばかりとなりました。ゴールはリカルドですね。トップ3の確認です。リカルド、アロンソ、エステバン・オコン。残念ながら今日はこの辺りでお別れです。最下位、明日のレース決勝をどうかお見逃しなく。16番手、私は白と金の代わりに、白と金アウト、アキラインという形で、交代になっています。その代わりトロロッソはですね、ハートレイが途中参加みたいな感じで、ハートレイが戻ってきたっていう感じになっております。やっぱりハートレイの方がガスリーより遅いんですね残念ですが最下位からのスタートということで、去年の雨セットと変わらないか、雨の予選と変わらない感じにの展開になってしまいました。いやー、せっかくねウィリアムズでもね練習走行では想定予選タイムトップタイムでポールポジション取れるという予測を出せたのに残念です。そしてウィリアムズに移籍した関係で、各チームでの評判が、完全にクリアされてゼロから始まるという形になっています。まあ、なぜかザウバーだけの評価はそのまま持ち越しの感じでした。なので他のチームは全部バーが真っ黒の状態から始まってフリー走行で多少増えて今に至るという感じになっています。もう少しいい結果を期待したけれど、こういうこともあるわよね。決勝は頑張って。いや、あんだけ悪い成績とってもあの走りは何とか怒られないのはいいですねまあなんせね、期待順位が18番手なんでね、まあ、ちょっと2つ足んなかったですけど。ライバルと見なしている選手をワークステーションのライバル画面から選んで、ライバルに勝てば評価が上がり契約交渉も有利になるの。あれ、選べない選べない選べない、選べないぞ今、選べません。あれ、まあいっか、ちょっと次のフリー走行の時にやりましょう。ということで、それでは決勝の方行きましょう。まあ雨なんでね、ちょっとまあほんと18番って雨自身ちょっと走れるよ自信がないんですよね。スタートの前に昨日の予選はどのような結果だったのか、グリッド順位を確認しておきましょう。ダニエル・リカルドが今日はポールポジションからスタートです。2番手はフェルナンド・アロンソ。残りのグリッドも見ていくことにしましょう。オコン、ペレス、マックス・フェルスタッペン、バンドーン、ガスリー、エリクソン、サインツ、バルテリ・ボッタス、ハミルトン、ハートレイ、ニコ・ヒュルケンベルグ、ルクレール、ストロール、マグヌッセン、セバスチャン・ベッテル、キミ・ライコネン、ウィリアムズ、ロマン・グロージャンは最後尾からのスタートとなります。お、グロージャンがペナルティなので、さて、それではコースに目を向けてみましょう。一つグリッドが繰り上がりました。周りのブレーキングを意識して1コーナーに飛び込め、ぶつければレースが終わりかねない。グッドラック。おっと、ピットストップしないんですねウィング痛めたら交換するタイミングがないってことですね。いや、それはそれで厳しいんだけどな。ではでは、さあどこまでいけるかやってみましょう。さあ苦手なスタート、危ねえ危ねえ危ねえ、なんか順位上がったけど危ねえあ、こういうブレーキの用意どんみたいな、もうね
め早め早めにブレーキをどんどん踏んでいきましょう。安全に安全に。そしていつの間にか12番手に来ています。さあここで前からちょっとスペースが空いてくれると嬉しい。落ち着いて走りたい。よし、ちょっといい感じのスペースができ始めてきたんで、このスペースを利用して落ち着いて走っていきたい。あー、ピン側を伺われているが来ない。やっぱりちょっと直線スピードこっち力が弱い感じがします。ただセクターが紫なのはなぜか。さあここまで来たらあと2人抜いて移籍後初ポイントを取りたい。おっと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 、うわ、なんだかんだあったら、なんかそこまで離されることもなければ近づくこともなければという、まあ、ついてはいける感じですね。おっと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 っ、うひー、あー危ない危ない。ちょっと今のもあってちょっと離されてしまいましたが、まあ離れる方が落ち着いて走れていいですね。さあ後ろはヒルケンベルグ、後ろからチラチラと先ほどから伺われていたりするので気をつけていきたい。おっと近づいてきた。ちょっと燃料余りすぎてるのでリッチに回していきましょう。ついてスピンしないように。今どうか立ち上がり、私が隊列に蓋をしている感じになってしまっています。あ、この長い直線防御できるかどうか。あっと、あ、突っ込まれた、突っ込まれたが引いてあの直線を防御できるだけの直線スピードはこちらにはありません。なんか挙動が危ない。ラスティスアロンソ、さあこの直線後ろ、チーム名対するアドバンテージは 5.5 秒。さあこの直線ここを守りきれるかどうか。右側は開けたくない。あーっと
ただしそのさらにインから来てし来られてしまった。お、ただイン行き過ぎてきつかったのか引いたようです。無理はしないヒルケンベルグ。ただしやここでは行かれてしまうか。アウトからかぶせる。よし守った。無理はしない無理はしない。スペースはちゃんと残します。完全に私が蓋をしている状態で前がどんどん逃げていく形になってしまいました。おっ、やべやべやべ、あんまりステアを左右に切るとふらついてしまいます。危ない。ここは来るか。いや、ここは大丈夫そう。ただ近くなってしまったのでここはちょっと防御できそうもありません。こちらは輪量リッチ、ERS もホットラップという最強の状態で行かれてしまったので、これは完全に最高速が違いすぎます。ただ、インをついたら、まあ、向こうが結構引いてくれるのもあって、あー、しかし今度はアウト。で、クロスライン、お、いや、来なかった。15分くらい続きそうだ。それから小雨に変わるはずだ。いやー、今シュルケンベルグはすごくイライラしていることでしょう。抜きたいのに邪魔だって絶対思われてますね。さあこの直線もどうか。いや、来る、あーだ、来る。で近づいてこの直線でまた仕留めにかかられてしまうかどうか。あー来てる。あー、ちょっとインは開け気味に。おお、それでも突っ込んでこない。なかなか。セーフティー感が入った。デルタに注意しろ。プラスに保ちつつ前の車の後ろにつくんだ。スローダウンしろ。デルタがマイナスになっている。スピードの出しすぎだ。セーフティーカー久しぶりすぎて。バーチャルじゃなくて。あうあうあう。デルタ消えたけど、消えたけど、消えた時は別にいいってこと？何かあったんでしょうか？まだ追いつかない。この先やっと前の後ろに追いついてきました。よし、そしたら、あ、デルタプラスかと思ったら違った。セクタータイム。前の車に追いつくんだ。どんどん離れているぞ。車間距離は10台分以内にしろ。あ、危ね。前もセーフティーカーで前に突っ込んでしまったことがありました。シーズン1最初の頃やった気がしますが。
やべやべやべ。ボッタス抜くとこだった今。するとタイヤの温度が落ちちゃうってやつ。ううう怖えよセーフティーカー怖えよ。ポジションを戻せ。セーフティーカーが出ている間はオーバーテイク禁止だ。いや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 、もうちょっとさ、なんキルテンエンベルグへの追い越し違反って、あんたもうおかしいんだよな、この辺のゲームの判定が。抜いたのは向こうじゃん、おかしいよ。あセーフティーカーはこのラップでピットインする。タイヤの温度を確かめろ。よかった。それと第一セーフティーカーラインまではオーバーテイク禁止だ。グリーンフラッグが振られるまで前に出るな。ティーカー中の時もずっとリッチで走ってしまったら燃費がなくなってしまった。燃料を使いすぎている。急いでターゲットに戻すんだ。すぐにエンジン温度を下げるんだ。アホだ、もったいないことした。ああ、ぶつけられた。うわ、やばい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 。誰かごめん。フロントウイングに注意しろ。あれ、セーフティーカー。損傷が激しいとピットインが必要になるぞ。ポジションは下がったが、やつに食らいついて抜き返せ。あ、セーフティーカー離脱中ね。ちょいちょい、ただ入ったら最下位確定なんで、なんとか粘るしかないですね。あで、で。ちょっと、これでタイヤ同士当たって、いやー。ちょっとスペースがちょっと与え、心がここでギリギリだったな。ちょっと自分のラインを主張しすぎたかもしんないけど、どうかな、これはっきり入ってるか、そんなノーズ突っ込まれてるかと言われると微妙なラインだな。ただまだ走れそうだ。幸い、ああこれは、よし、この周回でピットインしろ。これ絶対止まれないっしょ。このラップにピットインしてくれ。戦略を変更する。
ライコネンと再会争い。あ、止まれない。ラップタイムが良くないな。当たり前でしょ。修理が必要だ。もうね、雨イコールダメ。雨イコールどうしようもない。あ、ちなみにトラクションコントロールはフル入れさせていただいております。もう雨では絶対無理なので。あ、誰かとのペナルティーか。今空燃費 0.07 だったのにいきなりピットアウトで、なんで消耗するの、なんでなんでそんな消耗してんの。え、なんでおかしくない。さっきのセーフティーカーの時もそうだけど、速度出してないんだから燃料絶対使わないっしょ。なんかおかしくねえか。消費量が激しすぎる。理想的な状況だとは言わないが、まだタイヤを変えるほどではないだろう。あ、なんかもうすぐ周回遅れにされそうですね。やばい、目標完走、周回遅れなし。この大雨はあと10分続く。それから小雨に変わるはずだ。結局ライコネンもピットに入らずそのまんま走っているので、結局このレースでピットに入ったのは私だけということになるでしょうか。まあ、他がピットに入んないとなると差が縮まることがないので絶望的です。いやー、これは難しいな。マシンとの差は 32.6 秒。残る燃料は5ラップ分だ。イエロー、ああ、一瞬でした。あ、また出てる。お、なんかホームストレート今ずっとしばらく出てますが、止まってる車はいないよ。あ、いや、ハースの1台がスロー走行、接触でもあったんでしょうか。ハースの1台がスロー走行している、なのでスローなのでそれぞれがイエローになっ
てしまっている模様。あのスローな1台には追いつきたい。というかあんだけスローだとピットも、イエローフラッグだ。ピットに行けるのか。グリーンフラッグだ。イエローも出ててもあれ抜いちゃっていいわけですよね。あれ抜けないっていう。といいそうですね。ピットまで戻るのが一苦労でしょうけど、前との差は 31.2 秒。とりあえずもう一台、もう一台パスして18番手にはなりたいんですが、さすがにもう他のマシンのリタイアを願うしかない状況です。さあ先ほどのハースが周回遅れになっています。残る燃料はピットまでが遠い。低速のギアがなんか変な感じするな、気のせいか。あ、いつの間にか19分の19。あ、オコンがオコン？さっきハースじゃなかったでしたっけ。ハース、あれさっきのハースを抜いて19番手だと思ったんですけど。注意してくれ。ファイナルラップ、ファイナルラップだぞ。ここで18か。ということはこのまま行けば18番フィニッシュになるので、契約上の順位をギリギリ守れることになるので、タナボタラッキーです。していいぞ、ミックス2だ。今は余裕がある。
18番フィニッシュということで、移籍初戦としては18番手最高の走りだ。一応契約上の順位は守った形になりました。ドライバーが姿を見せました。さて本日のラウンドを終え、チャンピオン争いはどうなったでしょうか。ベルナンド・アロンソにとっては上々の結果、ポイントテーブルでのリードを広げました。さてドライバー・オブ・ザ・デーですが、誰を押しますか。グロージャンですね。あ、オコンがリタイア3番手だったんですね。続いてコンストラクターです。ライバルの追撃を許しポイント差を縮められてしまいました。素晴らしいドラマが幕を閉じました。次のレースにも期待しましょう。まあそれがあってもまた、ハースじゃなかった、ザウバーか、ザウバーのエリクソンとの間にはかなり距離があったので、18番手フィニッシュのまま、終わったという形です。相棒のストロールは13番手、15グリッドから、順位を上げているようです。さあランキングですが、私は相変わらず、最下位を爆走しております。ストロールは今シーズン2ポイント獲得しているので18番手ですね。そして残念ながら白と金の文字がグレーアウトになって、この F1 界から去ったことになってしまっております。いや申し訳ない。そして、ハートレーの名前がその上17番手。あ、ハートレー早速入賞して4ポイントをゲットしております。ウィリアムズコンストでは、ダントツ最下位ということで、まあね、ちょっとこれからポイントをできるだけ稼ぎたいと思うんですが、まあ相棒よりは稼げるように、頑張っていきたいと思います。1ポイントでも取れればいい方だと思いますけどね。今日は満足のいく走りだったのではありませんか。いいえ。新しいチームはいかがですか。あ、なるほど、聞いてくるんだ。もう慣れましたか。もちろん移籍して正解でしたっていうのもちょっとね、前のチームと角が立っても嫌だしな。こっちにしよう。何の不満もありませんよ。マシンも新鮮です。今日の天気は結果にどの程度影響したとお考えですか。どっちがいいかな。戦略の変更を強いられましたが、それでもベストの走りを見せるのがトップドライバーというものです。あ、誠実さ。そうだ、ウィリアムズはかなり接触がありましたね。誠実派なんでしょうか、どうでしょうか。ちょっとチームが何を求めていたのか、ちょっと見るページどこで見ればいいんでしょうね。走り方を知らない選手がいるようですね。ルフの評判だ。どうも以上です。さあライバルの指定をしないといけないんですが、あ、なるほど、負けたと思ったら2対2でタイですね。よかったよかった。パステストはこっちの方が出してたんですね。なるほど。1000ポイント、おお、評価が、ウィリアムズの評価が上がりました。ルノーの消化は消滅しました。あ、望まれる態度、人気重視だから、ちょうどウィリアムズのチームも人気ドライバーを重視する方向だったんで、ちょうど良かったですね。人気に振り切った後に誠実さを求めるチームに行ったら大変ですからね。なんか久々にちょっと褒められるコメントをもらったんですけど、まあこんなんでいいのかな。まあいいのか、18番手で目指そうっていうところで18番手だったから。ただ燃費のことちょっと言われてますね。まああれはね、ちょっと私がリッチで走りすぎたのはありますけど、普通セーフティーカーのセーフティーカー中にリッチとかしてても絶対そんな燃料食わんだろうと思うんですけど。さあそれではちょっと開発をしていきましょう。シャーシ以外が大丈夫そうなので、シャーシ以外で、強化していきましょう。ただこれ耐久性これ入ってないときついんですよね。エナジーストア消耗税
これ絶対消耗するんで、絶対この辺はやっといた方がいいですね。第1段階は。そうするともうお金が足りない。もう400ポイントじゃやれるとこないですもんね。結構開発進んでるな。進んでる、こんだけ進んでるけど戦力が低いのがなんでなんでしょう。ウィリアムズ他がすごすぎるのはなんで。まあ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 置いときましょう。はい、ということで、移籍初戦オーストリアグランプリ、まあ、ドライでのフリー走行等ではトップタイム、ポールポジション予測タイム取れていたので、全部がオールドライであれば、まあ、まさかのワンチャンの可能性はあった気がするんですが、残念ながら、決勝が雨だったので、予選から、ダウンフォースセットアップにしたのが、まあ、大失敗だったのか、まあ、でもあのままドライセットで行ってたら多分決勝はまずリタイアしてた可能性のが強いんでまあまああれはあれでいい判断だったのかなとは思います。いやー、本当好きなコースほどなんかオール晴れってなかなかなってくれないのはなんぜなんでしょうねフリー走行はいくらでも雨でもいいんですけど、決勝と予選は本当ドライになってほしい。ただもうここで好きな3連戦が終わってしまって、次からがまあちょっと苦手なコースだらけになってしまうので、ちょっとどうしようもないんですが、ただチームの目標順位が18番手という、まあ、最下位チームらしい、まあ、ポイントあわよくばというぐらいのちょうど今の自分の実力に見合ったチームなので、まあ、それはそれで、実力通り楽しめるチームかなと思うので、そのままやっていきたいなと思います。さあ、それでは今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。